さあ、ドラフト中国縛りやっていきます。留学生が38日ということで、留学生が帰ってくるまでとりあえずやっていきますか。どう、勝てる？お、強くない？今年、あ、いけるかもしんない。今年勝てるかもしんない。金も入ってきたしね。今機材も買って、ピッチャー陣が強化できたんだよね。そして下地がノリノリと球種をね、ピッチャーに覚えさせたんで、それが非常に好調の要因なのかもしれない。残り15日前に1回見てみよう。13点台。0.66 だって。先発やるか。中継ぎ、抑えがいいね。抑えできる選手がそんなにいないんか。1割3分1厘、5割2分4厘ってめちゃめちゃ打ってるんですが。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。ただ今年マジでこれ来たね。ルート入ったな。ピッチャー陣強化して、ただ留学生が残り1日で帰ってくると、下地の疲労がまずいですが、西脇3セーブ、2-1接戦セースと。あ、生駒が大活躍だって。やったぜ。五十嵐がまずまずと。二人とも20億で売っ払ったからね。荒牧、大串は俺なんで生かした？そんな大串っていい選手だったっけ？なんで留学生かしたんだろう。あ、晩生だったっていうのがあるのか。これ晩生だからあんまり留学でも伸びないのかな。下地の疲労が大変なことになってますが、さあ先発誰か一人落ちるよ。榊くん、晩生成長期。早熟なんで岩上を一回落として、まあ、中継ぎにさせるのもありと。5点台、2点台頑張ってる。まあ、この調子で行ってもらったら、ワンチャン3位とかもあるんじゃない？今シーズン。最下位ですね。まあ、ずっと最下位だったんですけどね。まあ、最下位を争ったり、5位になったりしてましたが、最下位でした。ただ、最下位争いはできたと。ここまで接戦だったのは初めてじゃない？ 2.5 ゲーム差。去年が 3ゲーム差だから、まあ、そんな変わんないと。で、勝率は少しアップ。4-5-1。ただ最下位争いはできております。今年そう、先発良かったんよ。 3.55 で中継ぎが良くなかった。まあ中継ぎやっぱ抑えと2人抜けたからな、その関係もあるんですが、全体的に蛇行になってますね。 3.93、 あ、リーグ1位じゃん、うち。まあでも 4.16 と 3.93 ってほぼ変わんないんだけどね。誤差みたいなもんですだけ。打線がちょっと弱すぎるね。リーグナンバーワン投手陣を要しても勝てなかったと。野球は投手力じゃないんですか。これ 3.05 で下手したら最終防御率の可能性あるんじゃないの。6勝8敗、7勝3点台。この先発はね、頑張ってくれましたよね。中継ぎがよな、良くなかったの。5点台、2点台。中継ぎが今年良くなかった。今まで中継ぎのチームだったんだけどね。そして田畑がちゃんと育っていると。選球眼を持ってるから OPS も高くなるよな。831で下地が76。ノリノリだった間に稼いだね。もう守備もだいぶ衰えてきましたが、もう37歳か、10年目。下田がようやってる。754でな、サブロー744。もうちょっとサブローね、もうちょっとパワーヒッターにしたいんですがね。トバリすごい。 ACB だって。ヒロハシで、イークラが3割3分5厘、9本50打点。あー、強い。
めっちゃ打ってる。塩崎もノリノリ期間で打ってくれたと。大串も普通にそこそこ打ってる。松谷も普通にそこそこ打ってると。3割2分打ってますが OPS が671と低いね。アヘタンですな。全部タンだじゃん。40本。長打率3割2分だ。そりゃ低いわな。まあ、チームどうなんだろうね。もうこれでいいと思ったらダメなのか。最下位、田部井が今ベストライン取ったな。これでいいと思ったらダメなんですね。新人王塩崎。田部井が最ターンを取ってる。タイトル取ったのはすごいね。野手で最優秀新人と。いやー、ポスティングにしてよ、ポスティングにしてよ。村井榊の FA 宣言。やばい、先発が。リーグ最強の先発陣。よし、一人か。よしじゃないんだけどな。ここに来てちょっと流出が増えてますね。誠に遺憾ですが。いい打撃コーチはいないのか。1億1000、まあ払いましょうと。土橋とか来年活躍したら出ていくんだ。出ていくんじゃないの。でも俺が下げてるわけじゃないんだよ。勝手に下げるんだよな、自分で活躍できなかったからって。さあさあさあ、まあ基本的に全員希望通り払っていきますか。あとは誰をクビにするのか問題が。まだ成長期の選手はいいんですが、普通全盛期、この能力で全盛期はまずいね。早熟でこれはちょっと微妙じゃない。早めにクビにしとくのもありと。普通全盛期、まだやりそうなんだけど、ちょっとやめとくか。鎌倉とかもノリノリだったら打てるんじゃないの。32歳、普通全盛期。でも微妙かな。早熟衰退期、中継ぎなんでワンチャン活躍する可能性もあると。36番生全盛期、番生全盛期ですが、男性まだ成長期と。早熟衰退期、3割2分打ってますが、まあでも特能があるんでね、一応流し打ちがあるんで、まだ残してもいいかな。知らね。対左要因で。ミスったレーザー、まあいいや。外野手にレーザービームなんですけど、こうムード丸にしたかったんですがね、まあしょうがないです。四国の豪腕、四国四天王、四国じゃないんだよな、中国地方なんだよな。でも四国中国地方で探してるからね。微妙。いやー、しょっぱいね。ここ数年しょっぱいんよな。島根。まあ、秋の悪くないか。ただ中継ぎ。まあでも今、うち中継ぎが弱いから、補強ポイントとしては合ってるのか。少なくね？うちの補強ポイントは探してきてはいると。ああ、岡田だ。前田。足がクソ速くて選球眼で強心体を、よくわからん。面白そうな選手ではあると。
うーん、でも取りたいやつがマジで少ない。不作ですね、今年も。ここ数年のドラフトが良くないんよな。そうなってくると何年後かが弱くなってくるんで、まあ、とりあえず今補強ポイントである中継ぎ投手秋野くんからいきましょうか。まあ、おそらくというか、まあ単独で取れる。でドラニーで誰いきますか。新島キャッチャー、まあ、悪くはないか。一応キャッチャーの控えキャッチャーもいるっちゃいる。それか足早くん、ちょっとなんか魅力的だよな。みほりちょっと面白そうだったんで。で新島取るか。ドラさんで、なんか下の方の野手にちょっと面白そうな選手がいたような。今田ショートの平均的な能力は高い、まあ、オール F の可能性もあるけども。まあそんなもんかね。走塁 A、花笛もいいかなと思ったけど。チャンス B、 初球丸、岡山千田、秋野美穂、あーだこうだいろいろ。まあ、今機材も変えるんでね、選手も非常に育てやすい環境にはなってきております。ドラフト1位が秋野くんで、野手足早くんね。まあ外野のサポジつけていいでしょう。ショートサードばっかなんだよな。まあ、結局そうなっちゃうかもしんないけどね。だいたいショートを取ってコンバートするのが一番いいってよく言うから。あ、タベメジャー行くんだ。3割2分23を80打点36盗塁すごい。トリプルスリーに一番近い男と言われたタベイ君、31歳でメジャー挑戦。行ってらっしゃい。うちにいるときにメジャー行ってくれればね、お金いっぱいもらえたのに。そして榊が C ランク。落合エグ3割3分3厘37分93で。いやー、北も育ってるね。榊は巨人、ロッテに行ってくれ。せめてでもロッテに行ってくれ。10億、あ、そう、高橋朗、そうだ、10億だったな。10億でえぐいな。あ、カイセがヤクルトに拾われてる。よかったね。新天地でも頑張ってくる。アフリカと正直高くない？今年は留学なしで成長もしなかったと。その分機材買いますか。キャンプ終わりました。機材が伸びしい高速スライダー進化。投手陣はだいぶ強化されていってはいるんで、まあ、去年一番投手力のあったチームなんで、まあ、そこから先発が1人抜けたんですが、まあ、言うてもね、先発3番っていう、まあ、でもローテ投手抜けてるんだもんね。厳しいわな、そら。オリックスから山崎福也消えてるみたいなもんだもんね。そう思うと悲しいです。それじゃあ終わりましょう。バイバイ。